森に動物が住んでいました。ピンク色のウサギはウサちゃん、黄色いウサギはミーくん、そしてカメのタロとシカのポコ、リスのチーちゃんが楽しく暮らしていました。ある日山火事が起きてしまいました。みんなは森から飛び出しました。大切な森は真っ黒。みんなはとても悲しくて涙がポロポロ出ました。そこへ天使がやってきました。どうしたんだい？森で山火事が起きてしまったんです。動物たちが答えました。天使は、それなら私が森を直してあげようと魔法をかけました。すると森がみるみる元通りになりました。動物たちは大喜び。ありがとう天使さん、もう山火事にはしません。それから動物たちは山火事に気をつけて仲良く暮らしました。終わり。